ベリーダンスは種類があるんですけれども、あなたはどのジャンルがお好きでしょうか？はい、皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。エアリースタジオチャンネルを始めて約1年が経ちました。ベリーダンスやったことないよっていう方のために、こう基礎の動きをねずっとやってきたんですけれども、基礎中の基礎の簡単なところはある程度やってきましたので、今日はベリーダンスで使う小道具をお伝えしたいなと思います。いろんなねベリーダンスはジャンルがあるんですね。まあ代表的な小道具を今日はお伝えしていきたいなと思います。まず最初にベールね、こういう、シルクのものだったりですとか、あとは向こうがねこう透けて見えるような電子フォンのベールだったりとかあります。メジャンセとかでは、この、よく私はベールを使ったりします。メジャンセっていうのは、登場っていう意味なんですけれども、まあ大体オープニングとかで、華やかにこのね、ベールでバーッと出てきて、まあリズムが、まあ丸夫婦だったりですとか、アユーブだったりとか、というリズムで、このベールで出てきて、そしてこのベールをハート、ね、捨てて、4拍子になったり、8拍子になったり、とかいう感じで、こうリズム展開も結構多いジャンルとなっております。今後、小道具の使い方もお伝えしていきたいと思います。次に、民族舞踊でよく使われる、サイーリーっていうリズムのね、こういう、アサヤという、こういう棒なんですけれども、これはね、男性も使う感じの、こういう、ね、木の棒なんですけれども、女性は、これを最近ね、使う方も多いですし、こういう感じで、ステッキみたいに、なってるタイプのものとあります。これは自由にどちらでも選んでいいと思います。バラディでアサヤを使うときはこちらを使いますね。私はサイーリーで踊るときは結構これが好きなのでこれを使うんですけれども、ちょっと華やかなパーティーとかではこうキラキラしてる方を使ったりします。回して使うんですけれども、こちらの使い方も次回お伝えしていきたいと思います。男性はダブルアサヤって言って、このね、棒のアサヤを2本こうクロスにしたり、使ったりします。次は、唯一ダンサーが音を奏でることができる、こちらですね。フィンガーシンバル。アラビア語ではサガットって言いますけれども、ジルだったり、フィンガーシンバルだったり、サガットだったり、まあみんなおなじみなんですけれども、4つあります。こういう感じで、中指と親指につけて、これで鳴らしていきます。あとは、ファンベール。エジプシャンの方は、このファンベール使いませんが、私は結構このファンベール気に入ってて好きなので、使います。これはね、こう、2本になっていて、センスにこういう布がついていて、そしてこれでね、こう、ひら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 ーとね。ひら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 とやるんですけれども、こういう感じでね。はい。これが、右と左とあります。華やかで、綺麗なので、見応えはあると思います。これファンベール。あとは、ミライアベールですね。ミライアベールは、こんな感じでね、ワンピースみたいに巻きつけて、そしてこれをこう離して踊っていくっていう感じで、ね、こう回したりとかして、ね、踊っていきます。で、このミライアベールを使うときは、エスカンダラーニンっていう踊りなんですけれども、衣装がこうワンピースみたいになっていて、ミニスカートで、で、ヒールを履くっていう感じの踊りになっています。こんな感じで、ベリーダンスはこういう小道具をね、使ったりします。その他にも、石スウィングって言って、こんな感じなんですけれども、すごいゴージャスな羽が生えたみたいな感じの小道具だったりですとか、あとは、シャマダンですね。ね、こう頭につけて、で、ろうそくね、つけて、その時に、まだジルを使って、登場してくるんですけれども、石スウィングとか、シャマダンっていうのは、まあ、割と特殊かなっていう感じで、まあ、そちらもね、ご紹介できたら、なかなかその、シャマダンを、買うのもちょっと勇気がいると思うので、ちょっとした紹介程度でやっていきたいと思います。アサヤなんかは、結構、お値段もお手頃ですし、結構人気で踊られておりますし、いろんな曲もあるので、こちらをね、ぜひね、やっていきたいなと思っております。ということで、実はベリーダンスっていうのは、
いろんなジャンルがあるんですね。コロナが少しずつ収まって、ウェビナスのショーも始まりつつありますので、なんかね、お気に入りのショーがあれば、今オンラインで見ることもできるんですけれども、やっぱりね、生で見るのって全然違うので、気になるようであれば、生で見てほしいなって思います。私も、ショーにね、いろいろと、出演させていただいておりますので、もしよかったら、足を運んで、ショーを見てきてください。なんかちょっと説明がね、おぼつかなくて、ちょっと聞きづらい点がたくさんあったと思いますけれども、一生懸命やっておりますので、もしよかったら、高評価ボタンをお願いいたします。まだね、チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。毎週土曜日18時30分に、こういう感じのね、動画をアップしておりますので、登録の方お願いいたします。あと、ショート動画ね、始めました。1分なので、なんかちょっと気軽にできますから、なんかちょっと体がガチガチになってきたなとか、あ、なんか今日食べ過ぎたなとかいう時は、ぜひね、その1分動画を見て、一緒に練習していきましょう。ということで、今日もありがとうございました。また来週もお楽しみに。